春日野道駅は兵庫県神戸市中央区東通り一丁目にある阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は HS31。本校では1968年まで存在した神戸市電春日野道電停についても記述する。国道2号の真下に相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。 2004年9月25日始発から新ホームに切り替えられ、三宮方に西改札口が新設された。2005年8月6日までは仮使用状態で、ホーム有効長が19メートル級の阪神車後、両編成分しかなく、平日朝に停車する東スマ行準急6両編成は、三宮方1両をドアカットしていた。このため、 阪神が稼働者6両編成の三宮より先頭車には下りかすがの道駅ではこのドアは開きませんというステッカーが貼られていた。東改札口及び新地下道設置工事が進捗した同年8月7日から旧ホームと同様に阪神車6両編成が停車可能となった。ただし2006年10月28日のダイヤ改正以降は六両編成の停車は なくなっている。21メートル級の近畿日本鉄道車両を6両編成の停車は不可能である。2004年までの旧ホームはホームから線路を挟んだ反対側に一部施設が未撤去の状態で残っておりホームから見ることができる。実際には校内に上記の乗り場番号表記はないが公式サイトの校内図では上りホームが1番線、下りホームが2番線とされている。 旧ホーム。幅が電車よりも狭い。また反対側に工事中の現行ホームが見える。1934年から2004年まで、当駅は、島式ホーム一面二線の地下駅であり、ホームの幅はわずか2.6メートルだった。これは、電車の車体の幅よりも狭い。日本一危ない駅や、日本一怖い駅として、ニューススクランブルや、投稿、特報王国など、 全国ネットのテレビ番組で取り上げられたこともある。岩屋三宮館地下加工事は、大林組の施行により1931年2月、着工、1933年6月に開通した。春日の同心駅は、地下加の翌年である1934年5月1日に開業した。車種類には記述はないが、この狭いホームは以下のような経緯で成立したと言われている。 春日野道駅は1933年に岩屋駅規制が地下化される際に廃止される予定であった。しかし、当時駅周辺は川崎製鉄などの工場地帯で沿線住民に加えて多くの工場労働者が当駅を利用しており、その反対を受け地下化直前に駅存続へと方針転換されたという。しかし、 実際には1929年8月の試行認可申請の時点で、春日野の同心駅設置の計画はすでにあり、1930年11月時点でも計画に変更はなかった。当初は幅3メートル長さ120メートルで、ホームが建設されたが、その後の車体拡幅により、ホームが上下角0.2メートル削られ、幅2.6メートルになった。 1986年に交付された鉄道事業法ではホームの幅を原則3メートル以上と規定している。こうして線路に挟まれた幅わずか2.6メートルのホームが出来上がったが、さらにホーム中央には一定間隔ごとに地下トンネル特有の太いコンクリート柱があったため、柱からホームの端までは子供一人が両手を横に広げた程度であった。 当駅を電車が通過する際は、幅の狭さと地下駅ゆえの強い列車風により、危険であったため、阪神も以下に挙げられる、様々な対策をとっていた。幅の狭い危険なホームであったが、阪神による蒸気の対策、及び、駅構造を要因とする利用者自身の注意喚起があった結果、設置から廃止までの70年間、無事故であった。旧ホームが廃止された背景として、 危険の回避、ダイヤ編正常のネックの解消がある。また、地下火事の当駅存続運動のきっかけとなった、近隣の工場群が移転し、跡地がハット神戸として再開発が進んだことも挙げられる。再開発の計画時期には、阪神・淡路大震災が発生し、建設されていた公営マンションに家を失った多くの人々、とりわけ高齢者が暮らすようになった。 これを機に、バリアフリーユニバーサルデザイン、災害時の避難経路複数確保を考慮に入れた、ホームを含めた、駅全体の改良工事が必要になり、初検討の結果、季節の島式ホームは廃止し、相対式ホームを新設するのが、適当となった。新ホームは、線路は従来のままに存知し、かつ営業運転を継続したままで、旧ホームの反対側の地下トンネルの壁を改作。 拡服して、旧ホームの線路を挟んだ、ちょうど反対側に設置されることになった。鉄道駅総合改善事業により法的に、神戸高速鉄道が事業主体となることで、国、兵庫県、神戸市から補助金を受け、2001年11月6日に改良工事が開始された。そして、2004年9月25日初発から新ホームに切り替えられ、 日本人のが狭いと言われた旧ホームはその役目を終えた。同時に通過電車の速度も開業時の時速7 5トルに戻されている。旧ホームはその後安全策が撤去されて補強用柱などが取り付けられたものの現存し、新ホームや電車内から見ることができる。またコンコースには旧ホームや周辺の風景が掲示されている。新ホームは 旧ホームよりも約一両分大阪側にずらして設置された。新ホーム使用開始時にホームの有効長が一時的に5両編成分しかなかったのは改作することになった大阪側一両分のトンネルの壁がアーチ構造、つまり前路と新ホームの間に立ちはだかる壁だけで上層部を支えていたことによる。この壁を撤去するにはアーチごと撤去しなければならないが、 アーチ上層部には、旧ホームにとって唯一の改札口があったため、壁を撤去する前に改札口を別に確保する必要があった。そこでまず西改札口及び新ホームのうち、アーチ構造に関係しない後両辺成分のみを完成させて、アーチ撤去期間中の改札口を確保し、そして実際にアーチごと壁を撤去することになったのである。そして、 撤去されたアーチの跡地には東改札口が開設され、新ホームとの間を連絡するエレベーターと上りエスカレーターが設置された。なお、地下道の一部は旧ホーム時代のまま残っている。各年11月の1日平均乗降人員は下記の通り、ハット神戸の開発進展と前後して利用者数は増加傾向にある。2011年時点では、 阪神本線の各駅停車のみが停車する駅の中では最も利用者数が多い。阪急神戸本線にも同じ駅名の春日野道駅があるが、JR 神戸線の線路を越えたところにあり、直線距離で約450メートル離れている。両駅の間には、春日野道商店街がある。なお、阪急春日野道駅もホームの幅が狭く、阪神側が改良されてからは、 阪急側の方が狭くなっている。1910年4月5日に、神戸電気鉄道が開通した際に設置された。当時は南北方向の終点であったが、1932年9月21日には、瓶場まで開業した際に、東西方向の途中停留所となった。東停留所近くには、車両基地があった。1968年4月21日に、 神戸市電東部国道線が廃止となった際と同時に廃止となった。阪神カスガ道駅改札外地下通路に写真が掲げてあり、当時の阪神カスガ道駅の出入り口と隣接する車両基地が写っている。写真は阪神の地下入り口があるため、昭和9年以降のものであると推測される。ありがとうございます。